せ俺たちを無視する飛行士だ考えても無駄だ早い精鋭の私たちが追いつけないなんてこのままじゃにはまだ時間がかかるな巨人から住民を守り抜くぞ蹴散らしてアカマ住民に近づく巨人を排除しろの飛行士が接近してきます。そう。また住民に向かっていくぞ。蹴散らして。お願い。了解だ。生きられる勝者だけ。間違いなく逸材だ撤退だ壁を登るぞ班長私は前衛の撤退を支援してきますマニルおい待て赤馬私にはこの世界に帰る場所があるエレン
あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。カッサバイビー、られる。俺たちも続こう。待て、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。カッサバイビだ、助けないと。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。感謝する。このままじゃ。ごめんなさい。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。分かった。
みんなやるぞ。なければ協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。うん、よし、みんな本部を取り返そう。本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。やってやりましょう。人類の怒りを思い知れ。生き延びて、僕は憲兵団に入るんだ。死んでたまるか。
人間様の恐ろしさ見せてやるぜ。巨人なんて怖くないぞ。邪魔しないでかっさばいて。すげえなミカサ、どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいに冷静じゃない。このままじゃいずれ。リカさん、この世界は残酷だ。とても美しい。いい人生だった。戦え戦え戦え。ごめんなさいエル、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわが巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。